1年を通して涼しい水上町にもようやく夏の兆しが見えてきました。午前中の爽やかな空気が気持ちいい。子供を送り出した後はやっと一息つける。ここからしばらく私の時間。少し前、地元でフルーツスムージーを買った時に見つけたお香を炊いてみる。猫たちがお外をパトロール中の時だけの楽しみ。一日ってあっという間に過ぎるから一瞬でも大切にする時間を作りたいもの。今日も新鮮な朝を迎えられることに感謝。少し前に直売所で実山椒を見つけた。爽やかでピリリとした刺激が癖になる実山椒は出回る時期が短いのでさっと湯がいて塩漬けにしておきました。実山椒といえばうなぎ。ビーガンになってうなぎは食べなくなったけど、夏になると無性に食べたくなる。どうにかできないものか。天才の私はふと新しいひつまぶしを思いついたのです。蒲焼きにはほかほか炊きたてご飯を欠かせないということで、早速ご飯の準備。普段食材はなるべくホールフードで食べるようにしたくて玄米を買っています。なぜなら栄養は中より外側に多くついているから。ふるさと納税で購入した精米機はとっても優秀。気分でその日の分付き米できるようになったから、もう本当に最高。もちろんね、玄米で使うに越したことはないけど、一晩浸水させることを忘れちゃうこともあるし、子供もあんまり好んでくれないので完璧にこだわらず緩く取り入れてる。今日は時間があまりないので玄米をさっと7分付きにする。ご飯を2時間ぐらい浸水させておく間に溜まっている家事を片付けていきます。長芋は皮ごと使いたいのでよく洗います。長芋、山芋、自然薯、いくつか種類があって総名称で山芋と言います。この世の中に存在する芋の中で唯一生で食べられるのが山芋。この山芋は何なんだろうね。フォークでブスッと刺します。フォークが手のひらの肉を突き刺しましたが、子供を産んでからというもの、切ろうが刺そうが血が出ない体質になったので、このまま続行。母は強し。コンロの火で長芋の無駄気を炙って、この世とお別れ。この後はとろろを作る。フードプロセッサーにしようか、すりおろし器を使うのか、どちらでもいいけど私理由を紹介するね。エコ好きの方はもうご存知のスタッシャー。ジップロックより丈夫で、洗えば何度でも使えるからお気に入り。私のとろろ作りはとっても簡単。叩き潰すのが一番です。愛を込めて、美味しくなあれ。塩麹を入れるとより複雑な甘みが入るからおすすめ。米粉もプラスするんだけど、山芋の種類によって量は変わります。入れすぎるとちくわみたいになって、それはそれで美味しいんだけど、ふわふわにしたかったら極力少なめにするのがおすすめ。片栗粉の場合はねっとりした感じになるのでお好みで。そろそろご飯を炊きましょうか。最初は強火で、沸騰したら弱火。この海苔見たことあると思った方いるのではないでしょうか。そんなあなたはとてもお目が高い。どこのスーパーにも売っている庶民派の海苔を2枚。ここからは想像力を巡らせ、アートな時間。ビーガンの8割は錬金術師です。何もないところからうなぎ作っちゃいますよ。どんなだったっけって思い出せない時はググるのがおすすめ。うなぎのかば焼きをイメージしながらハサミで海苔を切っていく。海苔は色合いからしてうなぎの皮を連想させるのと、海の代わりが魚っぽくなる意味合いがあります。セールより一回り小さくするのが目安。よくビーガンお金持ちじゃないと続けられないって言うけど、うなぎより高い山芋を私は見たことがありません。この山芋は1本400円でした。
そう考えたらすごくお得じゃない？糊の端は少し余白を取ることで、後で生地がだれてきた時も美しさを保てます。むしろ少しだれてくるぐらいがふわふわになるから、この限界を極めてほしいところ。肉厚のうなぎってこんな感じ？記憶の遥か彼方の思い出に創作願いを出しながら生地を置いていく。真ん中にセクシーラインを入れて、せいろに入れたら灼熱サウナへ行ってらっしゃいませ。約20分ほどご辛抱ください。うなぎもどきがサウナを楽しみの間は、一晩寝かせた椎茸と昆布の水出しで、さっとお茶漬け用の出汁作りでもしちゃいましょうか。この椎茸は私が庭で天日干しをしたもの。お醤油コレクターのくせに薄口醤油を持っていなかったので、途中で色がつきすぎてしまい、戸惑いが隠せません。めんつゆ感満載になって途方に暮れております。塩で応急処置をしているんですけど、まあ、こういう時もあります。せいろを開くと、やっばー！めっちゃうなぎじゃなーい！かい！名古屋弁がうっかり出てきてしまいました。だしもほかほかになっていい感じ。味付けはお味噌汁よりも薄味にするのがコツ。ごくごく飲みたくなるくらいにすると箸が進みます。さっきうなぎを錬金術した時のしなびてしまった切れ端のり、もったいないので千切りにしちゃいましょう。冷凍ストックしてある小口切りのネギ映えませんが、これも乗せちゃう。わさびの代わりは実山椒の塩漬け。これは絶対美味しい。うなぎのタレはとっても簡単。お醤油、みりん、お酒、メープルシロップだけ。本物の調味料を使えばあれこれしなくてもしっかりいい味になってくれる。一本一本は高いけど、長い目で見たら化学調味料もいらなくなるから逆に節約になると思うな。かば焼きの燻製風味は隠し味のメープルシロップが演出してくれる。タレが沸騰したらサウナ後の真っ白なうなぎもどきをふつふつと煮えたぎるタレの中へ投入。まるでセーラームーンの変身？そんな瞬間です。うなぎプリズムパワーメイクアップ！さあ、ほかほかの炊きたてご飯が出来上がりましたよ。十字に線を入れてふわっとそこからかき混ぜて。最後に濃厚なとろみのついたタレをうなぎもどきの上とご飯の上にしっかりかけるのを忘れずに。熱く熱した鉄瓶の中に熱々の出汁を注ぐ。お腹が大音量で大いびきをかいているので急がなきゃ。いただきます。本場の食べ方はおひつの中身を4分割していただくのですが、私は手軽に食べたかったので丼にしちゃいました。一膳目はうなぎとご飯そのまま。二膳目は薬味とうなぎ、ご飯を混ぜて食べる。ピリッと実山椒が効いて食欲がそそります。三膳目はだしと一緒に食べる。精進だしは体に優しく染み入ります。四膳目はお好みの食べ方でどうぞ。